どうもかげやんです今日はですね、えー、時間は未来から流れているということについてお話しさせていただきたいと思います、えー、僕がね、えー、時間は未来から流れているんじゃないかなとこうちょっと感覚的に思うようなことがこう最近ずっとあるんですけども、えー、それはですねなんかその目標ですね 自分の目標というかその目的というかそういうものをねこうができるとですねまあ僕の場合はまあまあ大まかなんですけども、えー、心から納得してこれをこう一生続けたいなと思うようなことが見つかったんでそれを目標にこう動くようにしたんですね。 で、そうするとですねその目標に向かわせるような出来事がですね、えー、こう偶然としてですね、出会うことができるその情報に触れることができたりとかですねあのー なんかそのために必要なことがあったりとかですね出来事があったりとかですねそういう人と出会ってそこの会話から何かが生まれてくるようなことがあったりとかですねそういうことが起きたんですねそれはね。 未来からこう未来の僕の目標があるんですけどもそこへ向かっていくために必要なものがどん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 僕に引き寄せられて、えー、偶然の形でこう出会わせてくれる形ですね、えー、そういうことがこうあるんですねでこれはねあのー、その目標がですねあのー、心からえ自分で腑に落ちた目標ですねあのー まあ、ある程度明確な方がいいと思うんですけどもそういう目標ですね例えばその何て言うんですかね、あのー、なんか影響されたというかですね、あのー、よく世間で言われてるからそれを目標にしようかなみたいな目標やとちょっと未来から時間は降ってくる感覚っていうのはもしかしたらないかもしれないんですけども自分の中でね 完全にこれはもう揺るぎない目標ですね揺るぎない目標でこれは絶対やりたいというかもうやるやろうともうやりますとだから揺るがない状態になってますねその目標に関してはねで揺るがない状態で設定してそれのために一応自分で一応というか自分で行動をこう起こしていくんですけどもその行動を起こしていく中でいろんな偶然が、えー、僕の前に現れるという形ですねそれはだかからら未来から 逆算してというか未来を見据えてそのためにこう僕の前に、えー、表してくれる状態になっているとそういうふうに、えー、しかそうじゃないとこんな偶然あるんかなって思うようなことがね、えー、しょっちゅう起きますねしょっちゅうですよ。 で起起ききるってていうことが今起きておりますそれはほんまに僕はやりたいなと思ってその目標に向かって動いてるからかなというふうに思うんですけどもそうなると未来から降って あの時間は流れていいる感じやなというふうに思うんですよくこういうことを言わはる人がいるんですけどもなかなかちょっと意味がわからへん状態が多かったんですけどもその自分の中にこう腑に落ちた心からの目標ができるとですね、えー、そういう状態になってあああの人が言ってることはこういうことなんやなということがこう僕は理解と理解できると実感できる形になってますね。 うんだからあのー、そうですねそういう目標を見つけることですねそれもねなんか無理やりこうなんか例えば月収100万とかそういうなんかよくみんながこう聞こえがええようなね目標があると思うんですけどそういうものではないと思いますね。そういういことではない,というふういますそれでなんか未来があま降ってくることもあるかもしれないんですけどもそういうことよりもですねその僕の場合やとそれを。 えー、それをやるためにね僕が自分を表現してね 表に自分の考えを出すっていうことをやりたいなというそのためのツールがそれであるということがあったんでそれが明確になっているとあとはまあ体のことであったりとかですねその自分のお店のことであったりとかですねそういうのがこうどん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 広がっていくというかでアイデアが出てくるという形ですねそれであと一つこう注意というか こういうことが必要なんじゃないかなと思うことはですね、えー、その目標を向かって自分が行動するんですけどもある程度余白を作るということですね余白を余白を作る ととといいいううううのはどういうことかというと例えば目標を向かってね、えー、やることをねがんじがらめにこう決めてしまってですねそのやることを100%自分で決めてやってしまうとですねそこに偶然の、えー、入る余地がないんでですね自分の実力っていうのはまあみんなあると思ってる人が多いと思うんですけども僕は自分の実力なんか大したことないんじゃないかなというふうに 思ってるんですねもちろん努力を続けてこう能力を上げていくことはしていくんですけどもそれでも大したことないそれよりもですね、えー、偶然というか何と言うんですかね分かんないですけどもその無意識というんですかねそういうところからこう引き寄せられるものの方が、えー、すごい力を発揮するんじゃないかなとそのためにねある程度の余白を作ってねそういう偶然と出会わせてくれる状態を自分の中で作っておくっていうことですね。そう,いうこと をすることによってですね、えー、未来からの、えー、時間が降ってくる、えー、形になってくるんじゃないかなというふうに思います、えー、僕はこれはね、えー、自分の実感の中でこう思ってることですねだから多分そのそうなっていくんじゃないかなというふうにだから目標を向かって歩いていってるんで あとは謙虚にそれを、えー、受け入れてですねやっていけばですね目標は達成する状態になるんじゃないかなというふうに、えー、思っております。ということで今日は、えー、時間は未来から降って時間は未来から流れているということについてお話しさせていただきました。ということで今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。